ョウ君の胸筋が話題沸騰。ルイ・ヴィトンのジャケット裏に隠された秘密、599,500のジャケットが語る、ルイ・ヴィトンの新たな使命とは夏の洋光がパリの街を包み込み、芸術とファッションの都であるこの美しい街に、一つのきらめきが巻き起こった。それは、ルイ・ヴィトンの最新の春夏コレクションが披露された2024年1月の上旬のことだ。 その日、美しいジャケットに身を包んだ平野史洋の姿が、まるで現代の芸術品のように街を飾った。そして、そのジャケットは、なんと同じ柄の2024年春夏コレクションの一部となっていた。平野史洋、岸くん、神くんが洗いながら交わす会話は、まるで友達同士の楽しいひと時と。しかし、その笑顔の陰で、特に翔くんの服装が際立っていた。その瞬間、私はルイ・ヴィトンのウェブサイトにアクセスし、 そのジャケットの詳細を調べてみた。モデルはシャツを着ているというのに、翔くんはベストのみを身にまとい、筋肉質な胸が見事にあらわになっていた。首には真珠のネックレスがきらめき、その姿はまるで現代のダンディ。まさに、ファッションとアートの融合がここにある。この特別なシングルブレステッドテーラードダミエジャケットは、価格もなかなかのものだ。 599,500というその価格には、メゾンの伝統的なシグネチャーであるダモフラージュモチーフのジャカードが全面に表現され、新しくモダンな解釈が加えられている。シャープなシルエットとユニークなグラフィックは、このコレクションのダンディーなサートリアルのテーマを際立たせている。そして、同シリーズのパンツと合わせれば、まるでランウェイを歩くようなトータルルックが完成するだろう。そのダミエジャケットに合わせるためのアイコニックなアイテムが、 テイラードコットンダミエシガレットパンツだ。28万500の価格には、光沢感のあるコットンジャカードに織り込まれたラモフラージュモチーフが生えている。都会的で洗練された雰囲気と冒険心、そしてエレガンスがこのパンツに宿っている。ジャケットとのコーディネートで、大胆なランウェイ風スタイルが楽しめるだろう。ルイ・ヴィトンのファッションはただの洋服ではなく、芸術品とも言える存在だ。 そのデザインの美しさ、機能性、そして独自性は、常に私たちを魅了し続けている。しかし、このファッションの背後にはどんなストーリーがあるのだろうか最新の研究や動向を考慮すると、ファッションは単なる見た目だけでなく、環境や倫理にも大きな影響を与えている。サステナビリティやフェアトレードに対する需要が高まる中、高級ブランドがどのように対応しているのか そしてこれが未来のファッションにどのような影響を与えるのかが気になる。ルイ・ヴィトンのコレクションには、素材やデザインだけでなく、その裏に潜むストーリーにも注目が必要だ。ファッションが私たちの生活に与える影響は大きく、その影響がよりポジティブで持続可能なものになるように求める声が高まっている。今後、私たちがファッションを選ぶ際には、見た目だけでなく、その裏にあるストーリーや価値観にも注意を払うべきだろう。 ルイ・ヴィトンのような高級ブランドがファッションを通じて新しいストーリーを紡ぐことができるのか期待と興奮が膨らむファッションは私たちの身だけでなく社会や地球にも影響を与える力を持っているその力をより良い未来に向けて活かしファッションを通じて新しい物語を紡いでいくことが私たちの役割でもあるのではないだろうか今回のルイ・ヴィトンのコレクションはただの洋服を超えたアートの一環と言えるだろう その美しさや洗練されたデザインだけでなく。